エーミー・ブレネマンはアメリカ合衆国の女優である。コネチカット州ニューロンドンにて生まれ、同州グラストンベリーにて育つ。父親は弁護士。10代より学校や地元も劇団で舞台に立つ。ハーバード大学では比較宗教学を専攻。在学中にコーナーストーン劇団を旗上げした。1993年よりドラマ NYPD ブルーで ジャニース・リカルシ・シジュンサを演じ、エミー賞助演女優賞にノミネートされる。1999年から2005年までドラマ、ジャッジング・エイミーで主演を呼び制作総指揮を務めた。ジャッジング・エイミーは、コネチカット州最高裁判所裁判官であった母、フレドリカ・ブレネマンの経験に基づいて制作された。同作で3年連続で、エミー賞。 ゴールデングローブ賞主演女優賞にノミネートされた。2007年からドラマ、プライベートプラクティス迷える大人たちに精神科医バイオレット、ターナー役で出演中である。1995年に映画監督、ブラッド・シルバー・リングと結婚。2001年に長女、2005年に長男が誕生している。プロチョイスの活動家としても知られている。 ありがとうございます。